はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、ルビーを書いていきたいと思います。ポケモンの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。頭をもっこ、こっちももっこ、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 もっこと書いて、でくちばしをぐいーんと前に出していきます。で口を書きます。で目は縦長の丸で書いて、中にもう一個縦長の丸を描きます。で、縁をくるくるっと囲います。で、こっちは縦長の丸を描いて、中にもう一個ちっちゃい縦長の丸を描きます。で、くるくるっと囲います。目を黒く塗っていきます。で顔をくるくるっと丸く描いて、首に首輪みたいな感じでくるくるっと描きます。で横に手をグイーンと出していって、で爪、爪、爪で手をくるくる、で反対側は角度がつくのであんまり見えないんですが、爪で手をくるくる、で手がこう続いてきて、お腹をここーんと出していきます。でお尻から足、でつそれでちょっとびっくりさせます。で反対側も足を、ちょっと足首細くなって、足の先びっくりです。で爪、爪、で後ろに引っ、ここお腹とつながっていきます。でお腹に模様を描いて、背中に飛ぶようにします。で色は赤と黄色を使って塗っていきます。まずくちばしを黄色で塗ります。ところをちょっと濃く塗ります。でお腹も黄色で塗っていきます。お腹も下のところをちょっと濃いめに塗ります。で顔を赤で塗っていきます。下を濃いめに塗ります。
で、ここ目の縁は白く残したいので、ここ塗らないように気をつけます。で、てっぺんは薄く塗ります。トゲトゲもで、足の膝下もちょっと濃いめ、このあたりまで濃いめに塗ります。で、尻尾は濃い。口の中を薄紅色で塗っていきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。